よし、はい、先ほどの続きでございます。目の前に今ゴクリン出ておりますので、こちらゲットしていきましょう。マルモームが早く欲しいです。よいしょ。今回の対象ポケモンがまだ全部まとまりきってないんですよ。何が追加されたのかっていうのがね。なので、まあ僕自身もね、こうやって適宜ゲットしていきたいななんて思ってるんですが、はい、どうなんですか。ああ、入った。 OK、 よし、はい、ということでゴクリン初ゲットです。ゲットぜ。 OK、ゴクリンの飴も多分50だと思いますね。はい、新しい図鑑に登録されました。入りました。はい、ということで6、7匹、7、6、42である程度ボックス、から図鑑からあれですね、送っていけば、まあ飴でちょっと作れるって感じですかね。いや、すっかり明るくなりましたね。影がありました。こちら、はい、マイナンです。第3世代のプラスするとマイナン、まあピカチュウ的なねポジションの子ですね。このマイナンが割と出てきてくれてるんですけど、この子進化しないんで、とりあえずズイでいっちゃいましょう。はい、よいしょ。で、ちょっとマイナンをゲットしたらちょうどいいので、今回の地域限定のお話をしていきましょう。はい、ということでマイナンゲットぜ。ちなみにマイナンで電気タイプなんですけど、今作ね電気タイプすげー少ないっす。全然種類がいないんですよね。とりあえずマイナンゲットしたんで、はい、保存しておきましょう。はい、オッケー。ポチエナいるな、これどうだ、ポチエナ。え、目の前じゃん。え、ちょっと待って、すぐ近くだ、これ。マジで。そう、忘れてた。今話しそうと思ってたことなんですけど、今僕マイナンをゲットしたじゃないですか。マイナンはその、まあ、対となるポケモンプラスルっていうのがいるんですけども、プラスル、報告、発見報告がですね、なんと国外上がっておりません。現在、見つかっているのは海外の報告だけですね。ということで、まあ、日本名のプラスル、入手、まあ、僕はナイアンティックさんの菅さんですねのツイッターでも拝見したんですけど、菅さんが、入手した場所がなんとアメリカということで、おそらく地域が分かれてます。来た、ポチエナ。なので、まあ、分かりません。アジア以外のちょっとマイナンのね発見報告、僕がまだ見つけていないので何とも言えないんですけども、今回ですね、カモネギ的な立ち位置で今回は、マイナンがいて、そしてプラスルが、まあ、ケンタムスみたいな感じですね。だからプラスルとマイナンをコンプするためにはまさかの国をまたがなきゃいけないというね。はい、ということでポチエナゲットだぜ。着実に図鑑が埋まっております。いいですね。はい、いらっしゃい、ポチエナー。オッケー。それではね、とりあえず速報としてここまでで判明している情報ですね、ポケモン GO の情報をちょっとお話ししていこうと思います。第3世代が来たことによって本当にいろんなことが変わりましたね。めっちゃざっくり言っていくよ。まずは技の変更、第3世代の色違いデータの実装、レイドの変更、あとはまあ天気機能とかその辺ですかね。あとレイドボスが天候によるブーストを受けるという、こういったことですね。順番に話していきましょう。まずですね、技ですね、既存のポケモンたちの技構成、これも変わりました。まあ、何が変わったかと言いますと、そのレガシー技と言われるものがねまた出てきたんですね。で、この中で僕が一番ワオと思ったのがスイ君。スイ君の目覚めるパワーなくなりました。その代わりバークアウト、こちらが入ってきた感じですね。それ以外のものもサクッとちょっと紹介していきましょう。まずはサイドン、サイドンがメガホーンを忘れた代わりに波乗りを覚えるようになりました。そして、アズマ王とギャラドス、そして、オーダイルですね、この3種がそれぞれ技1つなくなって滝登りを、覚えるようになってます。アズマ王は毒好き、ギャラドスはドラゴンテール使えなくなっちゃいましたね。そしてオーダイルが水鉄砲、これらがなくなりました。あとはキングドラムですね、キングドラも水鉄砲がなくなって滝登りになってます。で、ニョロトノが、まあ、自身のねタイプ的に強かったんですけど、自信がなくなって代わりに波乗りになりましたね。はい、そしてラプラスが霊美がなくなり波乗りになりましたと、いった感じです。今回の技変更で、2,4,6,8 匹かな、はい、8匹のポケモンたち技変わりましたので皆様ご注意ください。これを覚えてるポケモンたちの、技マシンで変更してしまうとね、もう戻すことができませんのでね。特に気になるのがっていうか重要なのはやっぱギャラドスのドラゴンテールではないでしょうか。はい、皆様ご注意ください。そして次の話じゃ行きましょう。レイドボス行きましょう。
今までのね第1第2世代だけではなく第3世代、まあ、の闇ラミが先行でもうレイド入ってましたけど、これまた別で入りました。今回、今日のこの朝の段階で判明しているのがまずはクチート、クチートです。はい、こちらは顔にですね星2レイド、ピンクの卵から出現しているとのことです。あとはアブソル、これが黄色の方から出ているっていうことなのですが、ちょっとまだその卵画面の方がね僕がまだ、確認できておりません、申し訳ございません。そして、色違いポケモンですが、こちらアブソルのなんか色違いの画像データっていうのがあのツイッターの方で、既に出てきております。またハブネークや、ラグラージとかかな、この辺も、出てきてるんですが、実際にまだゲーム内でゲットできるかどうかは不明です。なので皆様ね、その点はまだちょっとご注意ください。実際に国内でね、発見報告出てきたならば、動画の中でまた紹介させていただこうと思います。そして、CP、レイドボスの CP なんですが、天候によっての影響を受けます。具体的に言うと鳳凰、鳳凰っていうのが、まあ、飛行とあとは炎という 2つのタイプなんですけども、晴れてるだけでね炎タイプ、ブーストしちゃいます。技の威力もブーストするんですが、ゲットチャレンジの時の鳳凰の CP が今現在炎タイプのその天気のね、ブーストの影響を受けちゃって 100% 個体だと2222じゃないですか、これを超える CP の鳳凰がゲットチャレンジ出現しちゃってるんですね。なので皆様、これちょっとまあこの動画を見た、皆様は、そのことをねちょっと頭に入れといてください。で、実際に天気でブーストされるのが、今現在技だったら 20% って言われてるんですけれども、その最大 CP の計算式もそれで合ってるのかっていうのはちょっとまだ分かりません、ごめんなさい。なので、とりあえず上がってるってことだけ、覚えておいてください。アブソル出てるね、分かりました、アブソル顔4レイドでした。うん、なるほど。ってことは普通に強いですね。皆様、黄色卵星4バンギとか出るかなと思ったらアブソルボンの可能性が、出てきましたので、皆様、覚えててください。マイナン捕まえてたんですけれども、こちらまだちょっと分かりません、地域限定の可能性が高いっていうぐらいの、ね、感じなので、まあ、それもね正確な、情報が出たらまた加筆で追加で動画の中でお話ししていこうかなと思っています。そして、ケッキングもうゲットできます。というか野生脇はまだ発見してないんですけど、もうね、飴をぶち込んで作った方いらっしゃいました。 CP が4500、鬼のように高いですが、技1があくび、そしてあくびは威力ゼロということで、ケッキング技1で相手にダメージを与えることができません、技2オンリーでございます。ただその自身のね、なんていうんですか、耐久力的にはまあハピナスには並ばなかったんですね、若干低い感じになりました。なのでまあ高個体値の、ケッキング手に入れて使ってみて果たしてどうなのかっていうのをまあ今気になるところですね。完全にもうちょっと速報みたいな感じでババババッと喋っちゃってます、ごめんなさいね。うん、あと今回からね、ポケモンの出現するソースが、増えたりしているのでやっぱゲットしやすくなってますね。これに関しては第2世代が実装された時もソース増えたりとか、したのでまあその効果、まあ、毎回毎回こうポケモンの種類が増えるたびにソースっていうのはちょっとずつね、どうやら追加されるみたいです。で、ちょっとね1本目のねさっき収録してる時にキモリめっちゃ出てきてたんですけど、どっちなんだろうな、キモリでも他のとこでも出てるからやっぱり不思議種的なポジションな気がするんだよね。いやーこれアチャも疲れちゃうかもな、バシャーも欲しいけどさ、今日中に作りたい思いはあるけど、まあ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 優先度はちょっとね、自分の中でね適宜やっていこうと思います。ということでまずは初日の午前中で分かっている情報、こちらまとめさせていただきました。各、項目で掘り下げた方がね良さそうだなって、思う部分やっぱあるので、それに関してはまた、個別で、動画作っていこうと思います。明日とかもね、まあ、多分定まるのが全部しっかりまとまるのが明日あたりになってくるかななんて、思っておりますので、まあ、この土日あとまあ月曜ぐらいまでちょっと山田ね、頑張って動画出しますのでよろしくお願いします。これすごいな、面白いですね、鳳凰の種族値上がりましたね、鳳凰若干強くなりました。これ本当今ねタイムリーに来たところなんですけども、鳳凰まあもともと CP も高いポケモンだったんですけども、どうやら、最大 CP 自体が引き上がっている感じですね。多分天候かな、天候の影響でブーストがかかってるんじゃないかなと、はい、いう感じですね。
はい、鳳凰について訂正です。なんか今日鳳凰周りバタバタしてたね。朝の段階では種族値ですねがギュンと上がった状態になってたんですが、昼前後かな、またこれが戻ったそうです。ということで僕が動画の中ではその CP がその上がった要因として、種族値のアップとあとはその天気の、変動によるその CP がのそのプラスっていうのがあるっていう風に話してたんですけど、この種族値の方がなくなりましたということで、天気ですね、天気による CP の上限です。でこれ分かりやすくもう一回ちょっと解説させていただくと、CP 基本的には PL20 の状態ですね、PL20、ポケモン全部マックスにするとこう40か、まで上がるんですけど、こいつが20で基本的にはゲットチャレンジになるんですね。なのでこのゲットチャレンジの時の CP 次第で、その最大あの個体値がマックスなのかどうなのかっていうのが今まで分かったんです。ただし今回その鳳凰レイドだった場合、天気、晴れの場合は鳳凰が炎タイプなので、ブーストかかってます。 CP がでこれが、20から25になります。ということで、晴れの時はその25の時のマックス CP を今後覚える必要があるんですね。これがすでにゲームウィズ出しておりやした。さすがだなと思いましたね。鳳凰はその PL25 つまり晴れの時は最大 CP が2778でございます。で PL20 の時ですね、晴れではない時だと、2222、これは今までと変わりません。ということでお手持ちの鳳凰が、2222以上の場合はこの2778を参照してくださいっていうのが分かった状態でね、実は僕、上野でゲットした鳳凰の CP をちょっと確認したんですね。そうしたらば僕2771だったんですよ。ほぼマックスのやつですね。ということでちょっとこのほぼがゲット、ヒットポイントじゃないからね、残念子ちゃんなんだけど、まあありかな。もう 100% じゃないけど満足できるような個体が一応入手できました。びっくりしましたね。はい、ということで鳳凰のちょっと追加の情報は、そんな感じでございます。とりあえず CP が2222マックスか、2778マックスかのどっちかがあるということだけ覚えておけば OK だと思います。はい、それじゃあロケパートに戻ります。はい、ドーン。はい、そんな感じです。ダラダラと喋っていきましたが、またね、情報過失というか情報追加また別で動画出そうと思いますのでよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。